21歳か大学卒業した。で OL5 年、某ジェルシマホビンの方に広報で行ってましたね。社内報の編集とかして、5年間死ぬほど楽しかったんですよ。その5年間大変だったんですけど、もうね、うちのばあちゃん、うちの母ちゃんのお茶飯なんか言い直すね、うちの母のが飲食店やってる、まあ、スナックですね、昔ずっとね30年ぐらいやってて、昼も仕事して夜も仕事してみたいなことして、うちの母ね、それを経営してたもんですから、それは大学20歳になった時は手伝い出して、そこはずっと手伝ったので、もう会社に行ってもずっと夜のお店手伝ってて、やっぱり楽しかったんですよ。でそっちの方がもう本当に水に合うみたいな感じで楽しかったんですけど、あれはねきつい職業なんで、本当に立ちっぱなしです。スナックのママさんって私はちょっと尊敬しますよね。長い年齢ですけどしんどいです。お客さんの相手するのが非常に大変でね、楽しいんですけどスナックってね。まあだからね、青春時代はもうそのなんていうんでしょう、その某ジェルシマホビンさんの同期がまたねいい子が多くて、ですごく楽しかったです。もう第二の青春みたいな。その当時聞いてたのはユーミン、竹内まりや、山下達でしたね。で久保田俊信さんとかね、まあ、大体ドラマのテーマソングになったら小田さんとかね、ドラマのテーマソングになったらちょっと、でも山下達郎、ユーミン、竹内まりや、まあ、三大巨頭、あとドリカムねとか聞いてましたね。まあ、本当にもう青春時代をもうね過ごしたっていうか、だからね昨日天満橋っていう駅が最寄りの駅なんですけど行きましてですね、また手が止めてるマスカラしなきゃいけないね。で天満橋に行きまして、でそこからまあなんていうんですか、そんなにいきなりその同期の女の子が電話が出て、でびっくりしたんですよ。久しぶりだったからね、電話かかっていたの。5年前にちょっと会ったっきりで、みんなで会おうぜって言って会ったっきりでね、それで私がほらバンドライブをしたから、その時みんな来てくれたんですよ。4人ぐらい来てくれてね。その前はなんかあの某ジェルシさんが全国大会、全国運動会みたいなことをして全試合やらせるから、その時に大同窓会になって、でうち来てくれて、うちの近所のお店来てくれて、みんなでわーってなった時がありましてですね。まあ、でですね、まあそのよく幹事をしてくれるケイちゃんと女の子に電話が出て、電話があってたんですよ。どこびっくりしてね。でそのケイちゃん、ケイちゃん、ケイちゃんみたいなのか、まあ、どっちもケイちゃんなんだ。その女の子に電話が出て、女の子じゃないですけどね、女の年だからね。でかかってきて、もしもしって言って、私その頃日シャンって言われてたんですよ。日シャンって、まあ旧姓がね西がつく名前だと西シャンと呼ばれてて、まあまあキャラクター的によくある名前で、で結局西シャンちょっとその男の子が、その子もケイ君なんです、ケイ君が、ケイ君がってから、私シータンかなと思って、ねこの年齢になると本当にね不幸な電話しかかかってこないので、シータかと思ってゾッとしたんですけど、死んではなかったので良かったかなと思って、結局その定年退職で、まあ、みんな食卓で残るわけですよ。大体で60なんですよ。私より1学年上の子はね、まあ、同じ同期でも、例えば浪人とか留年してたりしたら年がちょっと上だから、みんな60に先になるから、大体60でどうしますかみたいな。で大体食卓になってるんですけど、本部長ぐらいまで出世してから食卓になると、言うたらまあ今より部下やった人も下につくから、なんかね結構こうその前に辞めてる人も多くて、会社辞めて、だからもうそのもう話とかでも、いやあの子辞めたみたいな、もうねとにかく何がショックだって私の年齢だから、みんな定年退職してんだなみたいな、びっくりしました。まあでもその定年退職でもうその食卓をしないっていうのも、ケイ君の理由もちょっと目の病気になっちゃって、それがちょっと大変なんで、まあすぐ失明するとかってないんですけど、ちょっと怖い病気になって、でそのケイちゃんもその同時期にだいぶ前から同じ病気してたらしくて、みたいな、びっくりしちゃってね。まあまあ私糖尿なんでね、私もずっと眼科行ってるんですよ。眼圧測ったりして、だからその病気を誘発するんで、合併症になりますんで糖尿はね。逆にね
病院がんなんていうからある程度そのチェックはしてるんだ、あかんか行かなきゃなあかんなっていう。もうだからその K 君の方はなんとなく仮想なみたいな。で結構あのその病気視野狭窄っていうのがこうね今ね片目3分の1見えてない。で K ちゃんも女の子の方も女の子っていうようなね、女の子っていう年じゃないんだけど、ちょっとその片なんか半分片目あの閉じたら見えないとか言って、みたいな、すごいなと思って。いやもうね、だから久しぶりに会うもんだからもう喋りまくって、そのなんか天満橋の串カツ屋でね、串カツ嫌いなんですけどめちゃくちゃ美味しかったから、結構離れたら食べて飲んで、そういう時は飲むんですよね、あのビールガンガン飲んでね、薄い味のビールだからね、もう別にあの飲み放題じゃないんですけど、なんかいい感じでね、え楽しかったです。もう本当にあのその同期の K 君とはもう配属された部署が一緒 で仲いいからみんな好き行ったりとか、なんかでもその男の子と特別に仲良かったんですね、もう兄弟みたいな感じでしたから、もう本当になんかなんだろう、いろんなことがあってね、ドラマみたいにそのある女の子を取り合ってその K 君とかその他の男とも喧嘩したりとかさ、もう喧嘩をやめてって感じよ、あの竹内まりやの、ね、そんなようなね、もう私ドラマ見てる感じでしたね、青春時代。私はもう全然モテなくて、そうまあ結構プッチョだったの、今より太ってないけどね、よく考えて昔そんな太ってないじゃんと思って、今めっちゃ太ってるからさ、いやこの若い頃の太りってそんなにガリガリでじゃなかったのモテなかったかみたいな感じで、ちょっと太ってるだけでモテなかったですよね。いやね、私は彼氏、大学時代付き合ってた方と、入社して別れてから8年間でな、ずっとだからそのいる間も人の恋愛を見てばかり、人の相談を受けてばかりでね、で相談してたやつもずっと秘めてて、昨日ね全暴露しましたよね、バン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 言っちゃダメなんだけど、2人しかいないから、もう信用できる2人しかいないからね、もう言っちゃいましたよ、いろいろと、いろんなもね、本当に。で特に私は夜のお店やってるんで、昼喋らなくても夜ね喋りに来てくれるみたいな感じのところだったんです。もうね、流れながら懐かしいあれでちょっとね声がガスガスで、まあ今日はあれ、それとあの男たちの明日についてなんですけど、今日俺たちの明日ねについてなんだけど、この間ボイトレで、まあ歌の話になります、ボイトレ先生にこれが歌えないんですよって、昨日俺たちの明日が、これ歌えないですって言って、女性は絶対ね出ないキーですって、もうさあ頑張ろうってか1オクターブぐらい下がるんですよ、でその出ないキーなんですよ絶対で、このキー僕の生徒さんで出る人は1人しか知らないですって、そこの低いキー出る人だから、女性だと大丈夫から、まあカップを上げて2カップを上げて2上げで、あのコード変わるけど、あのキーを上げて歌ったらなんとか、それでもね、同大地日かごろになりますけどね、こらあんな難しい歌知らんわと思って、私は久しぶりにこうつまずいた歌、あまあ他もいろいろつまずいてますけど、今日はもう久しぶりにね、あの始まりは今やりましたけど、懐かしくないですか、もうすごいこう第2期あのエレカシイケイケ期の時に、これなんかのコマーシャルなんだな多分、これかな、始まりは今はね、あれになった、あのヨーグルト飲料のコマーシャルなんとかもしれない、まあまあググればわかりますけどね、いやまあエレガシですけど、もうコンサートグッズ持ってこようと思ったら今日雨だからやめたよ、トレーナーから、トレーナーじゃないわ、パーカーからね、エレガシ35の T シャツから買いましたよ、今回私は買いました、ちょっとやっぱり気合い入っていかなきゃなって、新横浜も急だったんで、もうねトートバッグしか買えなかったんですけどね、頼んでるからもうあれは行ったんだって、で結局それね、あのあれを着て行く、今日来ようかと思ったんですよ、雨だったし、大事なやつなんでちゃんとしまって、当日はもうそれ着て行って着て帰るみたいな感じですね、あの大阪城はちょっと盛り上がるかな、よく考えて4カ所なんですよね、間もちょっと空くしね、で瀬戸は大体一緒だから、なんかね、新しいのに出てくると面白いんだけど、大体皆さんあれなんですけど、コンサートって死ぬほど練習をされるので、決まった曲しか大体できないんですよね、でもち
なんていうの、あのいわゆるサービスしてくれる場合は一人で弾き語りで行くとか、それもギターの調整があるから、いちいちそのダン出してギターも弾くなんて、なかなかね、急にね、急に言って急にできるもんじゃないってことは、この己が親父バンドをして初めて知りまして、ああ練習しないしできないわと思って、もうあの縦横無尽でもすごく機嫌よくてさ、もうなんかもう一曲やりたそうにしてたんだけど、あ練習してないからできないそうですって言って、当たり前だ。しかもあんな完璧なさ人たちの中さ、もう死ぬほど練習するんですよ。でもだから、まあ前回そのあれですね、ロッキンジャパンの読んでたら、まあ今度コンサートでやる曲あるからって宮地から話が来て、全員がもう死ぬほど練習してるって、もう死ぬほど練習してた成果のあの本番ですから、もうね、私もだからライブ、親父バンドのライブ1月15日にやりました時も、1ヶ月に2回8時間練習しましたけど、4時間4時間練習してて、ちょっと死ぬかなって思って、でももう本当に体調も良く なくなったんで、もう親父バンドの方からちょっと下ろさせてもらって、今ちょっと休止状態、まあ、また何か新しくやってらっしゃるかもしれないですけど、まあね、みんな忙しくて、その時間が取れないっていうのもいろいろあって、まあね、あの社会人バンドはね、時間取れないね、もう全員ほらもう手が空いてて、もう働いてないとかになったら別だけど、みんなねほとんど働いてらっしゃって、もうでも私は私で、障害者長女のガキちゃんの段取りがあるからも大変で、ちょっと辛かったですね。でちょっともうこれ以上ちょっとガキちゃんに迷惑かけるわけにはいかないみたいな、うん、でおばあちゃんもちょっと年老いて大変だったし、1月に倒れてたから、もうちょっと他はね、させてもらったんですけどね、まあ寂しいっていうより他にいろいろやることがありすぎて、もう私ちょっと真相みたいな、まあ、イラストとかも描き出したから、また何やってんだかね私みたいな感じ、これから描くのかみたいな、もうめんどくせえなとか思いながら、めんどくせえって言っちゃいけないだろうと思うんですけど、なんで新しい曲も作ってるしね、曲はずっと作ってるから、だから曲はちょっともうみっちり練習して、まあ、来年ぐらいに一人でちょっとミニライブにしようかなと思って、まあ、配信はしてますけどね、もうちょっと今回もボロボロでしたね、もう昨日のね、ギターもしっかり習いたいしなと思うし、なんかいろいろですよ。でまあまあそんなことを言ってるよりも何よりも、まあエレカシですよ。エレカシが最後 2days ですかね、大阪城なんか立ち見席も出たみたいで、へーと思って、いやー素晴らしい、素晴らしいよ、いやーめでめで、もうなんかね、もう楽しみしかないですね。急遽その昨日まあ同期と会えたし、でエレカシ行くしね、来週です、来週よ皆さん、来週っていうか、まあ月曜日にこれオンエアするから、アップするから、まあ今週ですよ、もう今週だよ、どうしようって感じ、もう私なんか緊張してきたかな、いやまあでもゆっくりこうね落ち着いてこうね、日曜日は日曜日でその前に新横浜でお会いしたエビバデさんとに会いに行くだけに、大阪で行くんですけどね、まあ、近いからね、ここからだとまあ環状線で一本ですぐ行けるんでね、もうなんか、まあ、あと京橋で会うことなんで、京橋ってね皆さん知らないから、京橋はええー、とこだっせ、グランシャトーがおまっせって歌があってね、もうねこれすごい歌なんですけど、大阪在住の人ならこってこてのもう大阪の歌ですからね、もうグランシャトーってとこあったし、まあまだまだあんのかな、京橋近辺はホテル街でね、京橋のもうすごく汚い大阪の街だったんですね、大阪ビジネスパークとか綺麗なんですよ、人川を越えたら綺麗なんですよ、ビジネス街で、だから大阪城ホールとかあるとこは綺麗なんですよ、みんなビジネス街で、もね食べるところが一切ないんですよ、だからみんなね多分梅田まで出るとか大阪まで出るとか、大阪城から大阪まで出てご飯食べたりとかで、スタバとかがやっとできてね、大阪城近辺で早く作れよって話ですよ、飯食えないよって、でタクシーも止まってくれないしね、もう今度帰る電車で帰ろうかなとか思いながら、なんかねもうタクシー GO でもなかなか捕まんなくなっちゃってね、あそこら辺近辺タクシー通らないんですよ、大阪城ホール近辺でも、賢い運転手さんはねアライブがあるとバーッとね回ってきてくれたりするんですよ、まあでも予約者が多いですね、電車予約者ね、まあだからもう本当にね、まあもういい
なんでね、寒くもないし暑くもないし、いい時期にね、そしてこの桜の時期に桜の花舞い上がるを聴けるからめっちゃ嬉しいしね。なんかもう新横浜で予習をしたから、あれあれなんだな。で、私全然アレンジが違うと思って、朝っていうのは全然アレンジが一緒でしたね。あの悪魔のささやき、朝から悪魔のささやきに行くんですけど、全然聞いたことないアレンジとか、全然聞いたことあったわと思って、後で確かめたら全く同じだったぜとか思いながら、なんかね、あ、帰ってきました。これがね、もうだからちょっとね、楽しみしかないんすけどって感じ。どうしたらいいのかしらって感じ。みんなどんな感じになります？もうなんかこう落ち着かない感じになりませんか？やっぱりもう新横浜の時のもうあの新幹線の予約で頭いっぱいで、もうね、大阪城全国から来るからね、みんなすごいね。私知らなかったの、九州方面からも、なんか関東方面、あの東北方面からも来るし、すごいな、みんな金持ってるな。そしてまあリー中川さん会えるのかな、全部行ってらっしゃるでしょうね。いいなぁとか思いながら、なんかどこで会えたらいいなぁと思って、すごい会ったら、ぜひとも写真一緒に収まりたいな。いやね、もう本当に、なんて言うんでしょうね、もうこのエリカシのおかげでちょっと私も生きてるかなって感じしますんで、こうやって YouTube でね、こういろいろ愚痴ったりしながらね、エレカシと関係ない話も山盛りしながらこうね、見てくださってる方、いろいろね見てくださってるから、よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけで、まあ今日はまあもうちょっとで大阪城だよっていうことで、ちょっとのワクワクドキドキっていうか、まあそれと私の同期はもう定年退職なんだっていうショッキングがあったということで、でもすごく幸せな時間だったんでね、昨日ね、嬉しかったです。またその同期のケイ君とケイちゃんと絶対会うと思うし、また今度ね、同期会あったら行くと思うしね。もうね、なんか そんな感じになるけど、ほんでもまた今度私小学校の同窓会久しぶりやるんですよ。まあちょっとびっくりするね、同窓会あるんだと思って。あんまり飲みすぎないように気をつけなくちゃ。昨日もめっちゃ飲みすぎたんで、普段絶対家では一滴も飲んでないんですけどね、もうすごく飲んじゃったら楽しかったから、あんまり気持ち悪くもならなかったしね。まあでも当日酔いするんでね、二日酔いじゃないんですよ、当日に気持ち悪くなるんですよ、酒を飲んで帰ってきたら。で寝れないしね、もう昔すごく酒飲んでた昔とは全然違うわと思って、もうだから当時の私が知っている K 君なんか、え、家で酒飲んでないのって言うから、うん、一滴も飲んでる、信じられないって言って、信じられへんって言うよなとか思って、ラベルよ飲んでますからね、杉田カルナミン飲んでましたからね。で強かったし、まあまあ酒の話はいいんですよ、お酒飲んだら体が悪いよって感じ。なんか今はもう何、午後の紅茶無糖がめっちゃ美味しいぜみたいな感じになってきて、ジュース飲みたいわって感じになってきちゃってね、そんな感じなんですよ。いやまあそういうわけで、ちょっと直前、そうやね、だから月曜日しようか、そう5日前ってことなんです。もうわたたたたたたって感じ、日常生活って忙しいけどふわふわしちゃいますね、ふわふわっと。どうしようもうね、咳が、あ、そうか、発見さなんかが咳がまだ分かんないんですよね、分かんないですよね。もう大阪弁と標準語入り混じってます、ちょっと興奮してる。いやね、どんな咳だろう、どうでもいいや。でせめてちょっとスタンドのちょっと斜めになってる端っこの方の咳でもいいから、ちょっと斜めこう来てくれる咳がいいな。でも羨ましかったんですよ、だいぶ前じゃなくてもいいんですよ、花道近辺とかね、見たいなぁ、一旦でも間違って見てもいいかなって感じがしてたら、特に今歌さえ聴ければいいかもしれない。まあでもちょっとメンバーの顔も見たいですよね、かっこいいかなぁ、トミノのドラムが楽しみだなぁ、またということで、というわけで、まあ今日はなんてことない喋りでございました。まあちょっと久しぶりにね、懐かしい曲を弾いてみましたが、まあうまいこといかなかったですね、最後のもコードが全然違いましたけど、まあちょっとぶっ飛ばして、そこ切っときます。もうね、あまりにもひどいのをお見せできない、チャレンジするにしてももうひどいっていう、今日はもう本当にひどいです、ね、本当に。というわけで、さあ、というわけで皆さん、最後のご視聴ありがとうございました。あ、美容院行ったんで、なんとか早くなんかしてるようになりましたね、こんな感じです。というわけで、まあ、お気が向きましたらですね、チャンネル登録をお願いします。
あれじわ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 最近チャンネル登録してくれてありがとうございますね。ピッて押していただけるでもね、それだけでこれで億万長者になろうとかそういうことは考えてませんからね。どうかまあよろしくお願いしたいなということでございます。それではめぐしでございました。それではですね、またね、次は違う曲とおしゃべりでお会いいたしましょう。じゃあねー、バイバーイ、ピッポッピッポー、やー。